誰？誰ですか？何？聞こえない。しょうがない、聞こえないから。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。え、あれ、あ、お届物です。お届物？はい。え、なになになに？届きました。本当に？届きます。はい、ありがとうございます。はい、受け取ります。サインもらっていいですか？いや、サインもらえない。サインもらっていいですか？サインしない、サインしない。サインもらっていいですか？うん。あ、スプレーアテで梅ちゃんと？ベルちゃんです。重いです。開けるぞ。やばいぞ。どこね。やばいぞ。やった。やばいぞ。ちょっと美味しい飯食べながら。食べながら。なんでさ、すいません、すいません。なんでそんな落ちるのが大好きなの。あ、わからない。好きだね。めっちゃ好きだね。頼みますよ。すいません。タッチエビがなんとあと7分で1月1日。OK。はい。で、まあシャッター、この前にシャッターを変えたところの、うん、あの店、お店で、パスパスっていうのね。パストってとこで、パストさんにこれなんと今日オードブル届けてもらいました。こっちもですよ、届いたんですよ。これが届いたんですよ。なんだと思う？それは、おー、おー、ちょっと待って、せーの、の、ダダン。ほー、届いた。あ、めっちゃめっちゃおしゃれじゃん。え、ちょっとちょっとちょっと、これ待って。うわ、わーお。スプレーアートエデンワイン。これベロちゃんモデル。で、これ梅ちゃんモデル。これ梅ちゃんモデル。え、ゴールド、あー、ゴールドめっちゃ、すごくない？やばい、めっちゃおしゃれ。え、サインも集めて、あー、かわいくない？サイン。見える？サイン、サイン、サイン。サイン、ベロちゃんサイン。傭兵って書いてある。梅ちゃんサイン。はい、ということでね、スプレーアートエデンベロちゃんモデル梅ちゃんモデルのワインを出してもらいました。やったー。なんでこういう経緯になったかっていうと、なんだろうね、普通になんか、まあ同級生、高校の同級生でワインを始めたのね。高校の時の同級生で一緒に野球をやってて、18まで、うん、一緒にやってて、まあチームメイトで、で、まあそいつはね、イルカの調教師になりたいって沖縄来たの。うんうんうん。で、俺は社長になるって、5カ国語を喋るようになるって、うん、って言って、まあ彼は彼の夢、俺は俺の夢みたいな感じで、うんうんうん、彼は沖縄来てイルカの調教師になろうと、うん、で俺は世界、まあ、外人と結婚したい、金持ちになりたい、一億稼ぐぞみたいな、うん、社長になる、5カ国語喋るみたいなこと言っててね、はい、18の時にね、まあ、15歳ぐらいからその子言ってた。すごいね。そうそうそう。で、何年、ね、10年ぶりとかに再会して、うん、本当にだから10年間1回も連絡したことなかったで、ワインなりやってんだみたいな、もうその知らなかった、知らなかった、何も知らなかった、うん、でワインなりやってんだっつって、どうなってん、どうなってんみたいな、うんうん、っていうのが2、3年前。2、3年前。で、まあ普通にあれ書いてよみたいな、シャッター書いてよって、ああじゃあそのうちねみたいな話してて、イルカの調教師やってたんだけど、やろうと思ってきて沖縄に来たんだけど、うん、スキューバダイビングの先生っていうか、スキューバダイビングのインストラクターやってたの。インストラクターね。そう、聞いた。で、そうしたらお客さんが気を失っちゃって海の下に潜ってっちゃった。うん。で、それを助けるためにもう耳抜きできない状態で、うん、もうバーッ助けに行って、うん、で、そしたらその時になんか耳抜きできなかったから耳がもう聞こえなくなっちゃった。そうしたらもうさ、致命傷じゃん、そういう仕事が。うん。耳聞こえないとかもう全然、うん、で、イルカの調教師は諦めて、で、そこで、まあ、その人は助かったの、助けた人は助けて、うん、で、幸せは、まあ、耳聞こえなくなっちゃったんだけど、うん、でもそれでもなんか自分で何かやりたいですって、うん、長野県のワイナリー、うん、で働いて、そこでもなんかね、ワインのね、賞とか取ったことあるの、うん、なんかいい賞とかも取ったことあって、うん、あったのかな。で、あ、見せて、一応今年はありがとうございました。また来年も、ってかもうこの動画上がるときは今年か、今年もよろしくお願いします。2020年、はい、2021年、うん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。やったー、今年もよろしく。はい、今年もよろしくね、ベロちゃん。よろしくっていうことで、はい、で、夢を追いかけて、はい、ワイナリー、うん、を自分でやるっつって始めて、うん、で、すごいよ、もうなんかね、
結構は百貨店とかもね、結構 何千本って単位でね、卸とかしててね、すげえんだよ。で、まあ、それで、うん、シャッターやってみたいな話になって、おいじゃあやるかみたいな、うんうんうん、でシャッターやりに行ったり、ラベル描いたり、うんうん、キャンバスに絵を描いてあげたりとか、はい、したんだよね。で、それででっかいシャッター終わった後に、いやなんかシオスもっと売れるよなみたいな、うんうんうん、まあ、もっと全然売れるよみたいな、はい、なんかもっとなんかいい方、まあすごい売ってんだよ、すごい売ってんだけど、うん、なんか惜しいような、なんか惜しいようなみたいな話してて、うんうんうん、なんか誰か YouTuber とかに、うん、もうお金払って出してもらって、なんか出してもらえばいいじゃんっつって、うん、で俺がなんかそんな話してたら、まあ、梅ちゃんのマジワイン出したらいいよみたいな、おーはみたいな、あ、じゃあ郷さんから、そうあ、そうなの、そう、俺からじゃないよ、あ、そうなんだ、だって俺そんなことできるって知らないじゃん、知らない、知らないで普通にシャッター書いてみたいな、オッケーみたいな、うんうんうん、で書いた、書きました、すげーってなって、なんかもっと YouTube とかすげー何百万人チャンネル登録者の人に頼めばいいじゃん、頼んでなんかこれなんかね、ブランディングしてもらえばいいじゃん、うんうんうん、って話してて、俺はまだね少ないから、うん、まあ、大きくなったらね全然出してほしいけどって言ったら、うん、出したら、あ、全然もう今出そうよ、うん、えっ、めっちゃ早かったよね、早かった、それからめっちゃ早かった、なんとめっちゃできました、いいじゃん、何本かね、もうね、あのリスナーさんのとこにはね、届いててね、こんな感じで、皆さん、スペシャルエディション、ありがとうございます。塩瀬くんたちと一緒にね、こんなワインをね、うん、これからじゃあ大きくしていこう、スプレーアートエデンのワインを大きくしていこうって今計画が進んでます。じゃあもし酒屋さんとかね、そういうとこでね、百貨店とかでもしね、何かつてがあれば、ぜひぜひ連絡してください。で、ちなみに今まで、その塩瀬と一緒になんかコラボしたりした動画、今から流すんで、過去の動画ね流すんで、ぜひぜひ見てください、楽しんでください、イエー、オッケー、ということで皆さんハッピーニューイヤー、はい、こんにちは、タイラーというノベルちゃんと梅ちゃんとゴムでーす、ゴムでーす梅ちゃんの高校の同級生、うん、同級生だね、同級生です、同級生、高校の時の同級生です、ワイン作ってます、ワイン作っててね、今これを作ってるよね、そう、ルミリュー、ルミリュー、どういう意味ですか、ルミリューは真ん中とか角っていう意味だ、で、今日は何するんですか、あ、じゃあ今日ね、はい、なんかこのラベルの絵を、このラベルの絵を梅ちゃんは作って OK プレゼント、 OK、あ、プレゼントね、したいと思いますね、 OK、 このラベルの、うん、これをスプレーアートっぽくしちゃって、そんな感じで梅ちゃん風で、梅ちゃんベロちゃん風でもう棒読みということで、長野県の厚見野でワイナリーやってるゴー君のミリューのロゴをスプレーアートとミックスしたらこうなりました、ありがとうございます、はい、長野県の厚見野に来たらぜひぜひルミリュー、ルミリュー、ルミリューワイン買いに来てください、初めて名前言ったのルミリュー、オッケー、うわ、あー、いい匂い、これベロちゃんの方、これ、おお、これがね、ベロちゃんのやつの方が、うん、あの、いいやつなんだよ、あ、そうなの、そう、ベロちゃんの方がもう少しお値段がするやつ、うわー、もうプロだね、甘い、はい、乾杯、じゃ乾杯、こっちから、飲みやすい、うん、あんまりワインの味わかんないこれベロちゃんモデル、あ、辛い、辛い、メキシコだから、メキシコだから、あ、辛くない、辛くない、何これ、あ、こっちもなんか飲みやすいね、これ美味しい、美味しいね、これも美味しいよ、美味しい、うん、私なんか飲みやすいと思う、飲みやすいね、飲みやすい、なんかパッソって、パッソ、美味しい、やばい、やばい、これ
うーん、なんかさ、ご飯食った食いながらのこれ超うまい。なんか飲み方あるよね。なんかあるんだろうね。じゃない、そう、うちら多分知らないんだよね、飲み方が、うん、飲み方知らないから、知ってる人教えてください。めっちゃ初心者だね。うん、美味しい。なんかワインとこの食べ物めちゃめちゃ美味しい。合う。アディオス。アディオス、アミゴス。バイバイ。